どうも、エルザレットです。それでは、当 M、ダウンロードコンテンツですね、やっていきたいと思います。いいね。やってきましたよ。これ見れるのかな、おばあちゃんの。あ、さすがに見れないか。おはよう。バス島へのチケットを手に入れたわよ。はあ、そうそう、バケーションに出かけてもいい頃よね。ダンハム行きのバスに乗るのよ。ここから看板通りに進めばバイキングエクスプレスにたどり着くわ。それに乗ればあっという間にここに到着するはず。ああ、このバイキングだね。かわいいな。私が残しておいたチケットを持参するのを忘れないようにね。はい、バイキングエクスプレスのチケット。バス停に着いたら左に進んで、その先にあるテントの中に私はいるわ。また会いましょう、おばあちゃんより。おばあちゃん、ね、意外とアグレッシブ。よし、行こう。ちなみに、チケットあれね。オッケー。おじいちゃん置いてかれたの？おじいちゃん置いてかれたね。完全に置いてかれたね、おじいちゃん。目的地は、スタンハムって言ってたね。あー、常夏のところからか。こっから、右側かな？あ、あったね。バイキングエクスプレスはこちら。あ、そっちか。あ、そうそうそう。あー、まさにバイキング。船大丈夫かな周りの船の方がいいような気がするんやけど。ああ、近いと思ってる？よし、バス行きたい。はい。あ、ちょっと。えい。おー、勢いがいい。やばい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 。振りほどかれるって。それだよ。バス通だよ。はい、キングエクスプレスを乗りいただきありがとうございます。ああ。大丈夫かな、この人。あ、ってことは、あれか、トロフィー、もしかして、増えた？あ、でも本編に登場する全アイテムだ、別だ。まあいいよ。あ、常夏気分だね。やあやあ、バス島にようこそ。海地域にある暖かい場所。君の旅をずっとフォローしてるよ。それにしてもすごい冒険だね。ただ一つ聞きたいことが。次の冒険に繰り出す準備はできている？はい。内向だね。ほら。水風船のアタッチメント。ほう。あれが水風船のアタッチメントだ。小さな水風船を発射できるんだよ。まさにぴったりだよね。その、どんなことにでもぴったりだ。あそこのターゲットに当てるんだ。カメラを開いてクラクションを交換しよう。はあ。アロハーって感じだね。スプラッシュスプラッシュスプラッシュよーし。ああ、もうこんなもん俺に渡したらもうこうですよ。はい、もうそれは分かりきった話で。あ、いるじゃん上。あれ、なんかドットビトリングタト、なんかちょっとあれだったね。ビークバード。はいはい、ナイスショー。さあ、使い方が分かったんだからもっと面白いことをしよう。11個の特別な風船を島の地下地に隠したよ。君はそれを全部破裂させることができるかな。あのシーカリオ、バス島での滞在を楽しんでね。あ、それと今回バスに乗る代わりにバス島のみんなででっかいキャンプファイヤーの周りに集まろう。スタンプが最低10個集まったらこっち、そこに行くんだね。うい。
11個。いいね、常夏ですね。そこなんだろうね。こうなったらさ、サングラスでしょ。いや、ジェットスキーをよく変え、あ、ジェットスキーを変えたいかな。やめておくよ。どういうこと？ジェットスキーは人生そのものだよ。ブラザー、どうだろう。間違いない。やべえな。ロイのブラザー、すんごい技持ってるんだ。最高に過激なスタントだよ。それをカメラに収めることができたらな。あ、撮ってあげようか。アメンボだ。あ、お尻、お尻。そうそうそう。お尻を向けないことも。この暑さでは何も育たない。花が育った。もちろんそうよね。水が必要よ。わお。水をやるの忘れてたなんて信じられない。今となっては自分がすごいバカに思える。残りの花もきっと水が欲しがっているはず。バス島のあちこちに花を植えたの。ここが花だらけになることに祈って。残りの花に水をやるの手伝ってくれない？水をやるのは残り9本よ。おーい。ちなみにこれを、あー、とってもって感じか。こんなに目の前に水があるのにね。お、お猿さん？あー、足がすごく痛い。美味しくて冷たいアイスクリームがあれば、ちっちゃくて愛らしい猿にぴったりなものが、それがあれば足はな。たたたた。ほら、冷たい水だよ。そういうことではないか。そういうことではないんだな。これさ、こういうこと？はい。え？えって何？えってえって何？いやー、俺のブラザー完全な多角形だね。ヘイブラザー、今日もやばいね。わかってるって。ありがとうよ。ジェットスキートリック。あー。どうしよう。20個あるんだ。あー。結構いっぱいいっぱいだったもんな。これはポスターにぴったりだな。今すぐ何か、何枚かプリントするよ。頑張って。なんか浮いてるね。まあ食いぼだな。見た目は食いぼだな。ビーチスニーク。あれ気になるな。あー、割れるんだ。そこ多分おばあちゃんいるから、おばあちゃんの前に、そうだな、風船とかはしっかりやっていこう。よし、3つ目。おばあちゃん来たよ。お到着ね。あら、こんなところまで持っていったの、写真。私のメモも見逃すんじゃないかってちょっとだけ心配してたの。めっちゃいいね、このテントの中ね。うん。バスと残りの地域に行くにはまだ水位が高すぎるわね。夜になって水位が下がるのを待つしかないわ。生き物の中には夜の活動を好む者もいるのよ。そして住人の多くは昼間の外出が好きなの。バスとの全てを見たいなら、ここにいる間に一眠りしておいた方がいいわよ。あはは。さあ、一眠りするのよ。あー、寝て時間変えれるようになってんだね、今回はね。サンハット装備。イエーイ。また、おばあちゃんまた来るわ。ピーナッツ。ピーナッツ。まあでも、そうだね。夜にならないと水位がって話だったから、眠りしましょう。ハンモックか、いいよね。ねえ、よく眠れた？まだ疲れてるの？あはは。歌ったんね。
アンプゲット。ちょっと探検でもしてみれば目が覚めるわよ。おい。ああ、でも、ここに反映されるのちょっと嬉しいね。最後渡した写真がね。おー、水位変わってる。マッドフロック。不思議だね。まあ満潮とかにかけてんだろうけど、水位がこんな下がるのもね。今あったな。うん。それ当てちゃおう。え、まだしてんの？もう思わず言っちゃったけど、まだしてたんだね。さすがに、そうだね。これは大丈夫だね。あー、取れるのは一個だけっぽいか。船戻れなくなるんだね。あー、なるほど。このバッテンだけが気になる、正直。多分なんか植えれるのかな。花クエもあるしね。よし、夜の探索だ。あ、ここで寝て切り替えできるんだ。それはいいね。メロニア。ここは昼間にしてっていう感じにもなるのか。わあ、いろいろ多いな。どうだい画家さん、絵画は情熱なり。でも今は壁にぶち当たっているよ。今でも絵を描くことはできる。でも楽しさがなくなった。私の描く絵には以前のようなワクワクが足りない。もう少し視野を広げればもっと有機的なものが必要ね。輝いている。肖像画が欲しい。どうです？なんと美しい肖像画ね。芸術的肖像画。あ、中入ろうか。寝れる場所ばっか。これ入れるんじゃないの？おお、マリオかな。これはマリオかな。バナキン。あ、あった。こんな王族たちが居眠りしてる。仕事、お城は昼間空いてるのに、イエスイエス、居眠りしてる。これは居眠りと言わないのでは。まあ、とりあえず夜行けそうなところは先行っちゃった方が良さそうだね。あ、モグラだ。悪そう、ドリモグラくん。これ普通に話せるんだ。誰かいるの？ハロー、君のための歌を演奏してあげたいんだけど何も見えないんだ。あいつが私の目を塞いでいる。私の髪の毛に絡まっている。あらゆることを試したけど助けてくれないか。あー、スプラッシュね。いいの？そんな、あ、一発で取れる。これは見えるぞ。 ありがとう。これでようやく歌を演奏できる。よかったね。
月がすごく綺麗、私の髪はすごく綺麗、ラララララあはは、ラララララ楽しそうでよかったね。あー綺麗だね綺麗綺麗綺麗。あの決して差異がねえなと思ったことはないですね。はい。あ、かわいい。どうも。親話をしてるんだ。次は私の番なんだよ。私の話はものすごく怖いよ。恐ろしい大木があれば完璧なんだよね。恐ろしい木の写真。え？木の写真か。大木ね。え、君よ、どうなってるの？映画が見れないよ。ああ、明るすぎる。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 ああ、なるほど。いや、本当ミニゲーム性強えな。これでどうだい？映画だ。治った。やった。平和やな。相変わらず。ありがとう。イエーイ。こういうの楽しいよね。オランガナス。これなんかあるんだろうなあ。ポスター変わってる写真。おう、なんか違うね。頭がね、頭が違うね。スコップもらえるんじゃない。あ、何、夜トカゲ。へえー、どうぞお話聞かせてください。ちょっとちょっと、私が一人で組み立てたんだよ。名前もつけたんだ。アーサーだ。奇妙なものが山ほど隠されてる。なんかバッテンあったね。もちろんそうだよね。君も隠されたものが好きだよね。あ、ツルハシだ。やったー。アースの失われたかけら見つけたら、その写真を私に見せて。おーい。見つけたらでいいんだね。この卵めっちゃ気になるね。ちょっと待って。画面的に見えない。話して。アナデカムシ。虫。虫。あれ、虫か。なんかゲームの音がしたね。警戒の音がした。いや、秘密を教えてあげよう。準備はバッチリ。リトリングについて聞いたことは？何それ。一見普通の生き物に見えるけど、そうじゃない。彼らはみんなローファイかつゴツゴツしている。そして奇妙なメロディーを発するんだ。あの写真を全部欲しいんだ。君はあれを見つけることはできるかな。糸院。ん？糸リング、これのこと。よく見つけたね。まだあるのかな。いや、ビトリングは、ビトリング状になってる動物だけってことだよね。
こういうことよね。フロッグ、カタツムリ、マウスがいるらしい。はあ。それで考えると結構。あ、なんかいた。それは気づかないよ。それは、ポッコガニ。あ、でもちゃんと、ボーリングの玉みたいに3つついてるね、穴がね。細かいなぁ。あ、掘るぞ。えい。やった、お宝だ。サンキャップ。サンキャップにしよう。なんのなんだこれ。闇の中でもそれは見える。豆のような形をした空飛ぶネズミ。3匹起こせば私は目覚める。そしてアイスクリームは食べられるだろう。はい、わかりました。かわいい。大盛りね。1匹目は見つけた。意外とつながってる？この洞窟。いや、そんなことないね。ホタル。あ、お化けたちみんないる。あれ、成仏したんじゃないの？わー、君が来てくれて嬉しい。ここはリラックスするための場所。古いカウチを持ってきたよ。好きなだけ座って一緒にリラックスしよう。何が？忘れてしまった。スーパーデラックスサンドイッチを。仕方ないね。ひひん、私を見て。私の美しい縦紙を。あはは、大首に勝てる場所はない。でもここはいい場所。みんな、変わらずだなぁ。あら、サングラス。ブー、へへへ。お久しぶり。うん、みんななんか飲み物飲みながらって感じだね。すごく暖かい。水をお願い。腹のごと、え？塩味が、塩味が強すぎる。塩味なんだ。あ！ここ最高だね。君水も完璧だし、同僚たちに連絡しないと。でも、のんびりしすぎて、すぐやるよ。ほらほら、楽しみ、楽しみ。スプリッシュ、スプラッシュ。大変やなぁ。そうだね。ベッドあるから寝てっていうのもできるけど。多分一箇所ずつ起きて寝て、起きて寝てってする感じなんだろうな。あ、戻ってきた。そうだね。よし、じゃあ今回はここまでにしよっか。次回昼間にして、でちょっと様子見ながらやっていこうかな。よし、ということでご視聴ありがとうございました。まあ、次回も DLC の続きですね、やっていきたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回です。バイバーイ。